こんにちは、わっきです。何気に人気のアウトドア適当料理のお時間がやってまいりました。今日の食材はこちら、缶詰のコーンでございます。これを使った洋風炊き込みご飯作ってみようと思います。はい、こちらが本日の食材でございます。まずは缶詰のコーン、そしていつものように無洗米1合で、これベーコンね、でバターとおろしにんにく、醤油、コンソメ、塩コショウで、これがバジル。本当はパセリが良かったんですけども、ちょうど入ってたのがバジルなんで、これでちょこっと風味付け、香り付けをしようと思います。じゃあまずは無洗米1合吸水させます。このコーンの缶詰、汁もちょこっと入れようと思うので、水は若干少なめな感じですかね。でもここに味付けもしてっちゃいましょう。コンソメ、バターもここにちょびっともう入れちゃおう。ニンニクちょびっと、風味付け程度ですね。で醤油も気持ちちょっと多かったかもな。こんなに醤油いらなかったかもな。で塩コショウ、まあコショウがメインだね。バジルは最後かな。じゃあちょっとこれで混ぜて、はい、これでちょっと吸水させます。じゃあ吸水してる間にベーコンを、ちょっと多いかもしれないけど、これ全部入れちゃおう。吸水できたと思うんで、ここにコーンをドドーンと入れちゃいます。ドドーンと、結構コーン多いね。まあいいやベーコンもドドーンと入れちゃいます。ドドーン。さあこれでちょっと混ぜ混ぜして、じゃあこれで炊いてみます。さあこれで炊き始めました。しばらく放置です。バターコーンのいい匂いがしてきましたね。これはうまいだろう、きっと。バターでコーンでニンニク入ってるもんね。うまくないわけがないでしょ、これ。楽しみだな。さあ、それでは火を止めて蒸らしに入りましょう。これで20分ぐらい蒸らします。さあ、そろそろ蒸らし終わったと思います。開けてみましょう。オープン。うわー、おー、あれ、これちょっと美味しそうじゃないの。じゃあここに仕上げのパセリの代わりのバジル、完成です。ほら、これ結構うまそうじゃない。じゃあいただいてみましょう。はい、それでは缶詰のコーンで作った洋風炊き込みご飯、いただきます。いい匂い、うまそう。あ、おいしい。これうまいよ。これ間違いないね。このね、ベーコンの塩気とコーンの甘みと、あとはバター。これ絶妙の味付けだったな。おいしい。やばい、これおいしい。これね、このまんま、フライパンでこの後炒めても美味しいかもしれないね。いや、具が多いかなと思ったけど、このぐらい具があった方がおかずいらない、これ。あとこのね、バジル入れたのがいい感じだね。うめえ、大成功。はい、ということで本日ご紹介したのは、缶詰のコーンを使った洋風の炊き込みご飯でした。これ大成功、美味しい。これペロッと食えちゃうね。